お好きになってよかった。本当ですか？すごい。まさか TIF のなんか公式大使みたいになれると思ってなかった。嬉しい。ティリリ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 小川ちゃん宛てにツイートする感じ？私宛てでもいいですよ。いやもう全然私宛てじゃなくても、ま、あの何でもいいんですけど。え？ハッシュタグアイドル好きになってよかったってツイートしてくれたらいいねしていきたいと思います。嬉しい？モノマネグランプリ見れなくて、ちょっと違うリモートのそのお仕事というかこうあって、撮影が公開オンライン授業があってちょうど時間かぶってて見えなかったんですけど、いげちゃんが頑張ったそうな。かわいいね。ありがとう。ありがとう。急に何って感じですよね、反応が。リツイート出番の後やってて、そうですよね。あれって生放送、そうなんですかね。めっちゃ良かった。そう、きちゃん頑張った。偉い偉いってかすごい。お名前の人たちレベル高すぎ。その中に ST48 のゆら、池田ゆらがいるんですよ。楽しそうに歌ってたね。よかった。なんかこう何かすごく秀でるものがあって、それがしかもなんか大多数のこうその自分が秀でると思ってるものを自覚して、もうその技術も磨いてるし、それにすごい特化してるし、なんかそれをいろんな人からこう認められたり、なんか審査とかそういう大会でなんか実績を残したり、本当になんかすごい。しかも人工的な、歌が上手いっていう、こうなんだろう、こう自分その歌を武器にしてる人たちがたくさんこういるとか、な中でなんかすごいなってほんまに思う。なんか思いません？なんか思うんですよ。なんか認められてるじゃないですか。なんか歌が上手い。人工的じゃないけど、人口が多いこそ、人口っていうか歌が自分の武器だと思って頑張ってる人が、だからすごい。なんか私
口が大きくなったと思ったんですよ、自分が。コアの写真集はまだえ、なんかメンバーが写真集出すたびに言われるんですけど、あ、さ、あの、そう、口が大きくなったって思うことがあるんですけど、あるっていうか、なんかそれはあの痩せてる時に痩せ始めたりしたら、こうここの余白がなくなったから口が大きくだから最近多分痩せてきたんだと思うんですよ。嬉しい。だから口がちょっと大きくなって口が大きくなったというより口の締める範囲が大きくなってきた嬉しい。最近大人になれたんですよ。あ、でもちょっと痩せたってことなんですかね。嬉しい。でも皆さん、あ、じゃあ男性の方でもあのリップクリームとか塗るんですかね、冬って。あの見ますか。おお、塗りますか。そう、あ、必需品。もうベトベト、いや、そこまでベトベト、いや、そこまで聞いてないんですけど、塗るか塗らないか。いや、なんか、え、使い切ったことあります。なんかそのあのリップクリームの果てを、ええ、私だけなのかな。なんかリップクリームの限界を知ってます？私知らないんですよね。代わりに天ぷら食べる。いや違う、聞いてない。いや、え、あ、確かに油、え、やばい。なんか最近なんか自分赤面症になったか分からんけど、すぐ顔が赤くなるんですよね。使い切る前にシーズン終わる。え、わかる。使い切る前にシーズン終わるか、あのカイロと一緒にポッケに入れてドロドロになって使い物にならなくなっちゃうか。え、なんかこう物品を使い切るのって結構、ああいうのもなんか意外に忍耐、えらい。そう、最近なんかすぐ顔が赤くなったりするんですよね。焦ってる、なんか焦ってる。え、カイロと一緒に入れてドロドロになるきゃいけないですか。賞味期限ないからね。ここは大抜擢おめでとう。え、私何に大抜擢されたんですか。ボールペンとか使い切ったことある。あ、あ、それはもうあの受験勉強を始めて5本、ボールペンの芯っていうんですか、あれ、ボールペンのあれなんていうんですかね、ボールペンの、え、ボールペンの芯、インク、最
初はいろんなペンの色使おうとか思ったんですけど、でもシャーペンで丸付けとかもなんか全部もう丸付けなんか結局あんまり色付けをあんまりしてなくても量っていうか結構なんか色ペンをもう使わなくなって、その色ペン使った時はもう普通に全然5本どのスパンでとか言われたらあれどれぐらいの覚えてないんだけど、そう最初はめっちゃ張り切って色分けとかよしちょっとあの文房具屋さんで蛍光ペンと思ったんですけど、今はもうなんかシャーペンか鉛筆しか使わん、結局もう自分が分かったらいいやノートになってるんで、そういえばスケジュール帳、スケジュール帳ありますよ、使ってますよ、スケジュール帳。すごい顔がマジですぐ赤くなる、ただ思い出しただけで。すごいなんかペンライトが、最近ね、何を思い出したの？ヘイブン天国天国っていう単語を英語の単語を思い出しただけです。ヘイブンヒーブンヘイブン、ヘブン、天国っていう英語単語思い出して顔が赤くなりました。アイドルになってハッシュタグアイドルになってよかったとツイッターでつぶやいていただけると、ここは私がフォロー、あ、違う、いいねしに行きますね。毎回フォローしに行きますってね、間違いそうになるんですけど、フォローはしません。いいねは、いいねをしに行きます。あ、アイドルになってよかったじゃなかったか。アイドル好きになってよかった。いや、フォローはしません。いいねをしたいと思います。502日、いや着々となんか近づいてますね、リリース日に。私がアイドルになってよかったですね。アイドルになってよかったツイートしますね。
待ってツイッター活動したいな。え、ちょっと今日はちょっと今やっとちょっとあの500日毎日アイドル更新が出てきたんですけど、ツイッター活動をしたいと思います。今何時なんだろう、あ9時半ぐらいまでしようかな。もういあのもしツイッター活動始めたらもう時間決めなきゃ一生できちゃうから、あ40分までしようかな、20分かな、いいねしていきます。はい、もう一生できちゃうからツイッター追加していきます。追加13位ヘドイクさん、12位タカトさん、11位えマヤ太郎さん、10位スエンさん、9位ラームさん、8位ハイケイさん、7位マサシマルさん、6位コウマさん、5位ヒサさん、4位コモメマキさん、3位カーブ好きイジくんさん、2位ネココアさん、1位はノッシーさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございました。ちょっと今からツイッターで会いましょう。あのちゃんと時間を決めてやります。じゃないと一生できちゃうからね、本当にね、はい、ではまたね。バイバイ。ツイッター活動追加つ